はい、今回は人と接するときに私が気をつけていることというテーマでいただきました。人と接する接し方っていうのはリアルで接することもあれば、インターネットで、ね、接することもあります。まあ共通して言えるのがですね、相手の受け取りやすいような表現をするってことかなと思います。そしてこれをしたら喜ぶんじゃないかなってことを必ず一つ入れているんですよ。それが私のね、心がけていることですよね。例えばメールでお問い合わせが来ました。動画で返信をする。これも一つですよね。でも闇雲に動画で返信すればいいってもんではありません。私の動画を繰り返し繰り返し見た方が、久保さんの動画何本も見ましたっていうメールが来たら、その人にワントゥーワンの動画を送ることによって、その人は、あ、自分一人のために本当に動画撮ってくれるんだ、こんなに返信が早いんだということで、喜びと感動を与えることができるんですよね。でもですね、人は状況によってはメールで返事が欲しいということをね、考えている人もいるんですよ。そういう方のところには動画で送らずにメールで書いた方がいいのかなと思います。その時は簡潔に書くってことです。結論を書いて、なぜそう思ったかっていうような書き方が私のいつもの書き方です。いつも結論からお話して、だらだらと続けないってことですかね。うん、まあそのぐらいですけども、いかがでしょうかね。ちなみにリアルで会う方っていうのは、その人が喜ぶような前提を想像してお話しします。どうやって想像するかというと、年代によってですね、そして性別によって、生まれた地区によってっていろんな判断があります。例えば年代によってってことになると、40代50代が喜びそうなもの、40代50代が思い出になるような少年時代にあった出来そうエピソードを重ねています。例えば50代の方とお話しするときは、若花田、高花田、スペースシャトルの空中爆発事故とかね、こういうのを使ったりしますよね。それから車好きの方には、私はまあ自分でもね、トランザも持ってますけども、ナイト2000のお話を持っていくことも、デロリアンの話を持っていくこともあります。そういうふうに相手が、お、この共通項ってのはなかなかいいねみたいなことをね、考えていただけるようなことをこちらから表現していきます。例えば宇宙戦艦ヤマトの話題、機動戦士ガンダムの話題、これによって外れる男性ってのはあんまりいないんで、これを出していくこともありますよね。そして大草原の小さな家みたいなこともね、いろいろとこう人の心にフックするような話題をたくさんストックしておくことかなと思いますね。それから女性の口説き方なんですけども、まあ口説き方もあるんですけども、実はですね、女性に気に入られようとか、女性に意識してもらおうと思ったら、まずはおしゃれであること、清潔であることっていうのは非常に大事です。そしてですね、責任を持った発信をすること、好き嫌いをはっきりとすること、それがすごく大事になってきます。間違っていただきたくないのは、女性を優先するがあまり自分の意思を見せないってことなんですよね。例えばお会いしてどっかに食事行くときでも、どこに行く、どこでもいいよっていう風にやっちゃうと、女性は非常に迷惑なんですよ。そうではなくて、少なくともですね、私の知っているフレンチの店と、友達が勧めてきた中華の店があるんだけど、どっちにしようかっていう勧め方をすると、女性は選びやすいんですよね。味の濃い店とか薄い店、こういうのもあると思いますし、和食の店が僕は好きなんだけども、何々さんは和食って抵抗ないかいって聞いてあげるとかね。そういう風に選択肢をこっちであらかじめ2つとか3つに絞ってあげて、その中から選ばせてあげるっていうのは、これは私が考える優しさなんですけども、何のお題目もないところでもうね、白いキャンバスに、はいどうぞ選んでください、絵を描いてくださいねってやったら、女性もね、自分の手の内を最初に見せるのは嫌なんですよ。で、男性がまずはね、私の好きなもの、これはあなたにおすすめのものっていう風にテーマを出してあげると、すごく選びやすいのと、男性の気持ちも尊重できるっていう安心感があるんですよね。そういう風に考えることかなと思います。それから他にもね、香りとかね、若々しさですね、で元気さとか、そういったことかなと思いますけどもね。結局ね、女性が求めているものっていうのは、そのまんま人が求めているものなんですよ。で、男性が求めているものっては実はね、人が求めているものではなくて、個人的に求めているものが多いんですよね。この違いはすごく大きいんで、まあ最初のうちはね、これを使った方がいいのかなと思います。で、もっともっと仲良くなってくると、個人的にものすごくね、はっきりとしたものっていう風になってきますけども、最初に例えばね、女性に気に入ってもらおうと思ったら、この人分かってるなって思わせることが非常に大事なんですよね。その他ですね、いい男になるためのシリーズがありますんで、そちらの方をご覧いただければ、そんなに外れることはないと思いますんで、そちらの方をご覧ください。本日は以上です。